車は先ほど肥前七浦駅を発車いたしました。どうぞ午後もよろしくお願いいたします。ここからは海沿いを行く大村線に乗り換えでございます。電気は通っておりませんのでね、ディーゼルで走っていく、まあ、つまり自動車が線路の上を走るようなそういった列車でこれから行くわけでございます。はい、どうも。海の美しい路線でございますから、やっぱり降りなきゃもったいないというわけで、小串号駅で途中下車でございます。もうまあ早速ですね、駅の目の前にはオーシャンビュー、まあこれオーシャンというのかどうかよく分かりませんが、まあとにかく海の眺めが見えていることは間違いございません。ここは坂道に囲まれたね、こういう何ですか、半島と、それからこの湾のね、眺めが美しいところですね。ここは本当は1時間ぐらいでもう撤退して別のところに行こうと思っていたんですけれども、景色がいいところだし、本日はねこの天気の良さですから、あまあガスってもいるけれど、あでもねもうちょっとやっぱりいることにしました。あと1時間ここにプラスしてね。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、さっきご覧いただいたですね、あの有明海とはもう全く海の透き通り方が違いますね。それここも泥になってたらね、なんか海ってのは一体何なんだって話になってしまいますから。さてではそろそろね、この先に何があるのか白状を申し上げますと、旧日本海軍の魚雷を発射していたその練習ですね、魚雷発射の練習場の跡がこの後に、この先にね残っているんだそうです。裏にはなんかね埋まっていますけど、トンネルなんていうのもありまして、これ昔使っていたんでしょうね、水兵さんたちが忙しく通っていたに違いありません。こう竹やぶの中には、ね、海から隠れるように、こんな感じの、まあ、何かの建物の跡ですよね。通信設備とかかな、ちょっと私はねあんまりそういうの詳しくないけれど、このすぐ裏は海なんですが、一応竹やぶがですねその身を守ってくれるとか隠してくれる、そういう場所に、このような遺構もあるんですね。はい、着きました。ここがですね、片島の魚雷発射試験場と、そういうところなんだそうですね。というのは私もついさっきですねここの存在を知りまして、じゃあちょっと見てみるかなんていうわけで来たわけでございます。まあ、確かにこうやって見るだけだとね、なんかボロい建物がちょっと残っているだけに見えまして、なんだかよくわからないと。ですからなるべく私のですね、わかる限りで、こうなんじゃないかなというところを皆様にお伝えしてみましょう。多分皆様の中に魚雷がどういうものなのかっていうのをね、詳しくご存知の方ってほとんどいらっしゃらないと思いますので、ここで簡単に解説と、それから私なりの推理をしてみようかと思いますが、魚雷っていうのはね、まあ、大体2種類あるらしいんですね。潜水艦用と、それからなんかその普通の船が撃つようね。で、そもそも魚雷っていうのは水中ミサイルのことですね。で、普通の船が撃つのは水上で撃つんで、潜水艦は水中の深いところで撃つわけですが、ここの練習場ね、水深がさっきお見せしたように大変浅いですから、まあ、多分水上用のね、普通の船が撃つ魚雷の練習台だったんでしょう、ここが。で、そうすると、ここ、なんかね、そのやつは発射がちょっと旧式らしいんですね、その船のやつは。で、遠くからですね、助走をつけて、魚雷を発射するらしいんですよ。つまりレールとかそういうのに乗っけて、だんだん加速していってジュワーバーンとそういうやるらしいんですね。だからその加速するため の, その助走距離が必要なわけです。それがおそらくこの橋だと思うんですよね。橋にちょっと行ってみましょうか。あのね、ここにねレールが入ってるんですよ。で、そのレールっていうかなんか溝があるんで、多分そこにレールみたいなのを乗っけて車輪で魚雷をね加速させたんだと思うんですよね。そうじゃないかな。このね、ローマのパルテノン神殿みたいになってしまってる建物ですけれど、これも多分何かに使ってたんでしょうね。一応中には入らないでくださいということになってるので、中には入りませんが、具体的に、まあ、入り口からね覗くことはできますので、ちょっと覗いてみましょう。見るとね、このようにタイル張りになってるんですね。最近タイル張りにしたっていうよりは、これはまあずっとタイル張りだったんでしょうね。で、それから奥の方を見るともうあのようにですね、見えますか。あとはこの後ろ側にあるさっきお見せしたこれ、多分分かりました。さっき別の方がねいらっしゃって、ちょっとお話ししたんですけど、これが倉庫で、じゃあここから多分取り出して、でそれをここにね乗っけてたんじゃないかなっていう話なんですよ。あ、確かにね、その方も別に詳しいわけじゃないらしいんですけど、なんかその説は納得ですよね。真後ろにありますから、これでね180度向くと、ここにこうですね、またその魚雷のレールがございますからね。今ね Google マップでもって確認してみたんですけれども、先ほど申し上げたね、ここに溝があるってやつですね。確かにね、ここに溝があるんですよ。で、よく見てみてください。まずね、わかりますよね、こうなんか線路みたいなものがね左に2つ、それからこの右側にも2つ、こうあります。で、ここにこうあるのわかりますね。
で、またあそこに出口も2つあるわけですね、だから多分倉庫のね2つのあの出口からここまでねまた一直線にこう180度一直線に並んでるんですよ。だから向こうから台車かなんかで魚雷を持ってきて、でまずここにセットするわけですね。でセットしたらその魚雷を使ってね、こうバーンと、まあ、あの発射の加速みたいなのするんでしょう多分。で、これで助走をつけつつ、向こうの方がねなんかカーブしてるらしいんですね。そんな急にカーブなんか加速した魚雷ができるのかなっていうのは私も疑問なところなんですが、なんかね奥の方、まあ確かに90度ね、カクンと折れてるじゃないですか。折れてるところがね、どうもカーブしてるらしいとインターネットに書いてありました。まあどうやってそれを知ったのかっていうと、多分これをね超えていったんだと思うんですけど、この超えちゃいけないってなってるやつね、多分まあないとは書いてないけど、まあダメそうじゃないですか。あの塔はなんか手前とそれから奥側に2つ並んでいたようですね。なんかね奥になんかこう崩れたのがあって、手前側のは崩れてませんが、もともとはあれが2つ並んでいたと。であの塔と塔の間にですね、これは Google マップで確認したので間違いありませんが、隙間がわずかに空いてました。ただその隙間はですね、この助走路というんですか、この道のだいたい半分ぐらいにしかなってません。ですから多分あの角のところでですね、魚雷がなんかポイントみたいになってるんですよ。電車のなんかカーブね、あのクロスしてますよね。だから普通の線路と同じようにあそこで合流して一本の線になったところで、最終的にあの2本の塔の間から発射といって、あっちの方へ魚雷が行くと、そういう風になってるんではないでしょうか。ちょっとわからないですが本当にそうだったのかは。でもね、結構この推理はなんかうまくいってんじゃないかなと思うんですよ。ごめんなさい、先にですね説明書きを見ればよかったんですけど、ここの魚雷試験場っていうのは練習場じゃありませんでした。なんかネットに練習場とか書いてあったんでね、そうだと思っちゃったんだけど、あの塔からですね発射した魚雷がどういう風に飛んでいくかっていうのを、確認していたんだそうです。つまり性能試験というわけですね。あの辺の施設もね、最後の方はもうなんだか特攻 の、 その訓練場みたいな風な使われ方もかなりしていたんだそうで、全国からですね大勢の志願兵が集まって、若い人たちもみんなあそこで、自分が死んで自爆して、相手を攻撃するためのそういう練習をしていた、そういう場所でもあったんだそうでございます。その特攻された方々もね、志願してきたとは言うけれども、まあ、本当に志願して来られたっていうことだと、やっぱりねそうじゃなくて断りきれないとか、志願せざるを得ないみたいな状況になっちゃってきたっていう人もいると思うんですよね。だからまあ本当に自分がもうここで相手に一撃かましてやりたいと、そういう風にですね、なって思って、で心からやりたいという気持ちで、特攻に参加したんだったら、まあそれはそれでね、まあそれであとは相手に戦果を与えられたので、まあ、攻撃うまくできたんであればよかったのかもしれないという考えもあるんですが、でも今の日本でだってありますでしょ、そのやりたいってやりたくないのにやりたいっていうの、飲み会行きたいって言われて私だって行きたくないけど行きたいって言ったことありますし、まあ、自分お酒は飲まないけどね、そういうもんですよ。だからね、志願でどうこうっていうのはなんかちょっと違うような気もします。あの海軍の施設を見に行った時にね、あれ実は結構歩いたんですよ。5キロぐらい歩いてね、しかもちょっと工程的に無理があったので、私実はあの時走ったりもしたんですね。だからもう体も疲れてしまいましてね、この後もいろいろ見に行く予定だったんですが、もうやめにしてしまいましたので、その代わりにどうするかというと温泉に入ってみようと、そういうわけですね。ちなみに、ね、今日もう一度整理して皆様にお伝えしますと、今日夜寝たのが午前2時30分、起きたのは午前4時でございますから1時間半しか寝ておりません。まあ、それ以外にも列車の中で寝たりはしているんですけど、絶対もう疲労はね蓄積しているわけですね。明日はもうちょっとマシな工程になれますが、それでもやっぱり、動画の編集が大変ですのでね、睡眠時間は短くなることが予想されます。こんなことやってたらね、いつか絶対病気になります。皆様からも心配されています。病気にならないでくださいねとか、心配いただいて嬉しいんですけれども、ただ多分私は間違いなく旅行中1回は病気になると思います。でもね、私何回も今までめちゃくちゃな旅行でないんで、旅の間にあの病院に行ったりとか、もうそういうことは慣れておりますので、ちょっとやそっと風邪ひいた熱出したぐらいのことだったらね、私はもうびくともしません。そしたらばあの旅行をねもっとスキップできるようないろいろとあの手は考えてありますので、皆さんどうぞご安心してください。まあ、これがね、病気になるのを安心するのかどうかちょっと分かりませんけどね。
と、そうこうくだらない話をしている間にですね、武雄温泉に到着でございます。あ、なんか立派なもんですね。私がこんな顔が暗くなってね、奥はこうすごい鮮やかな赤になってて、なんだかすごい不釣り合いというか、もう対照的でございます。大変結構なお湯でございました。もう温泉の中にね、どういう風になってるかっていうのはさすがに皆さんにお見せするわけにはいかないので、カメラ回せないですからね。だからまあご想像にお任せということになってしまうんですが、ここはね、もう今ここも閉まってしまってはいるんですけど、昔のここのね、武雄温泉の本館だったんですかね、銭湯そのまま保存されておりまして、見学できるようになってるんですね。で、入れないけれども、この木造のですね、様子なんか皆さんにも多分ご覧いただいて、ある程度感じることができると思います。これをね、あしらって、天井がすごい高い、そういう湯船がですね、想像していただければ、大体その中の様子はですね、皆さんの考えているところで、まあ、合ってるんじゃないかなというふうに思います。あとね、皆様にこれは、まあ、事務的なといいますか、一応のご連絡になりますけれども、皆様からコメントをね、いろいろいただいて、私も全て拝読しております。いろいろね、いいこと書いてくださる方ばっかりで、本当に嬉しく思っております。ただどうしてもですね、私ももうあんまりも忙しすぎて、あと、Twitter のダイレクトメッセージ、YouTube のコメント本当にいっぱい来るのでね、全部返せないんですよね。だから、まあ、なるべく気づき次第返せるんですけど、どうしても返事が欲しかったら、あの2度3度私に送ってください。で、そしたらば、あの返事することもね、あのなんですか、あの私はちゃんと返事できる確率が上がるので、申し訳ないんですけど、ちょっとそういう形でお願いします。全員に、ね、返信してるともう間に合わないんですよ、動画の編集がね。すいませんけど。利用でございます。この列車は燕号の博多駅でございます。なんかね、この列車は新幹線のくせしてすごいデザイン凝りすぎだと思うんですよね。まあ、椅子広く取ってくれてますから、私たちにとっていいことしかなくてね、まあいいんですけど、こういう風なですね、木の材料をふんだんに使った新幹線の車両って他にありますかね。なかなか面白い車両です。800系新幹線というものでございます。15時間ぶりに、ね、戻ってきました博多駅でございます。駅でなんかね、じゃあちゃちゃっと食事でも済ませて、もう今日は寝ようと思うわけですね。まあ、これからまた寝るところまで移動しますけど、とりあえず、移動。博多駅のホーム上にはね、よくありがちな蕎麦屋の代わりにこのように博多のラーメン屋があるんですね。しかも値段は割と良心的でございまして、何も乗っけなくていいんであれば390円から食べることができます。ラーメン食べて幸せな気分になって、まあ、ちょっとね、栄養素が偏ってるような気もするんで、それは気をつけなければいけないところですが、今度また新幹線にここから先も乗っていくわけですね。ただ新幹線であって新幹線ではない、そういう路線にこれから乗ってまいります。なおこの区間は最長往復切符の区間とは関係ありませんので、単なる私の個人的な寄り道となっております。皆さんご存知のように、東京と新大阪を結んでいるのが東海道新幹線、新大阪と博多、ここですね、新大阪博多を結んでいるのが山陽新幹線、博多から鹿児島中央を結んでいるのは九州新幹線、東京から西へ向かう新幹線はこの3つに分かれております。ところが博多駅の駅名のですね、看板を見てみますと、隣の駅は先ほど私が乗ってきた新鳥栖駅ですが、そのもう一つ隣に博多南と書いてございます。これ一体どういうことなのか。この新幹線、山陽新幹線の車両基地がですね、結構人口の多いところにできてるんですね。で、それ空で走ってるのを見て、沿線の人がなんだあれはもったいない、俺たちも乗せてくれよと言って、本当に JR 西日本が乗せてあげた、その結果がこの博多南線でございます。車庫へ行く新幹線でございますからね、ゴミなんかあってもこれももうそのまんま、だって車庫で掃除するのにここで掃除したってしょうがないじゃないですか。
そういうわけで博多南駅に到着でございます。皆様本日もご視聴誠にありがとうございました。この本編はこちらで終了となりますが、昨日の投稿文でですね、お見せするのを忘れておりました。尾道の前に行った私が、すごいね綺麗に撮れたと、まあ、自分で言うのもあれですけど、そういう写真を、お見せいたしまして、編で終わりにしたいと思います。では皆様、引き続きですね、SNS での共有、それから、まだされていないという方で、今後とも見たいという方、もしよろしければチャンネル登録など、どうぞよろしくお願いいたします。皆様のご視聴によって、この旅行はですね、本当に文字通り成り立っておりますので、どうか皆様温かいご支援といっても、お金は結構ですから、ただ、見ていただければ結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。